はい、どうも皆さんこんにちは、太陽太です。今日も銀魂歌舞伎町大活劇、前回の続きからやっていきたいなと思います。で、今回はね、何をやっていくかなんですけども、今ね、ちょうど時間帯的にワールドボスというイベントがね、来てるので、そちらをやっていきたいなと思います。このね、右下に見えるやつですね、これで、先ほどね、ちょっとだけやったんですけども、よし、いいぞ。で、これでね、ダメージを多く与えた人がね、何かもらえるらしいんですけども、このボスがね、めちゃくちゃ強いってか、ワンパンなんですよね。このダメージ量見てください。多分ね、999,999 かな。999,999 近く与えてますね、こっちにも。なんでね、絶対ね、ワンパンで死んじゃうんですけども、なんで、生きてる間にいかにね、ダメージを与えられるかが勝負ですね。ペガサス流星団はここから始まってたな。いやー、これきついな。これですよ、この威力。今すぐ復活しよう。いや、重くなってるな、ちょっとね。こんな感じでね、戦っていくんですけども、このボスはね、ちなみに地球にエイリアンが紛れ込んだ時があったんですけど、アニメとか、漫画でもね、なんかね、銀行にカグラがね、振り込め詐欺に騙されてね、銀行に振り込みに行ったんですけども、なんかね、エイリアンに乗っ取られたお坊さんがいて、で、その人にね、カグラが捕まってしまったんですけども、で、その時にね、カグラの親父さんが登場して、でね、その時やっつけるんですけども、その時にね、生き残ってた細胞が、なんかね、どんどん巨大化して、こいつになるんですけども、おお、本日与えたダメージが 25,571%、ダメージランキング210位、ダメージボーナスはメッセージで受け取れます。なるほど、こんな感じになるんですね。何？なんかもらえたんですけど、なんか石みたいな。お金と、あとはそうですね、お金関係ですかね。これ何？これ食べられないが、これをたくさん売れば食べ物が買える。売却すると200。銀の粒。ああ、なるほどね。全部お金系か。はい。てなわけでね、今のがね、ワールドボスっていうやつですね。はい。でですね、前回の動画からね、さらに総戦闘力、上がって、やっとね、10万を超えてきました。で、仲間の方もですね、進化の方と、あと突破もできるやつは突破して、今なんとエリザベスがですね、星5になりました。なのでね、突破の方は最終段階までやりました。うん。でね、一応エリザベスの突破については、スカイタワーの、60階ぐらいまでかな。
クリアするとエリザベス、まあ、覚醒じゃない、突破に必要なだけの魂がね、集まりますので、ちょっと頑張ってみてください。うん。で、進化については、まあね、いつも通りあの食べ物を、まあ、どんどん上げていくという、まあ、感じなんですけど、まあ、自分はね、今ここまで来ております。やっとね、この紫色になってきて、スキルの方もね、この一応全部ね、習得することができました。うん。まあ、エリザベスが強いか弱いかっていうところは、ちょっとね、自分もまだよく分かってはいないんですけども、まあ、とりあえず星5に、まあ、初めてなったキャラクターですし、で、一応星5になるとですね、レベルが50まで上がるんですよ。で、スキルレベルも5なんで、まあ、一応ね、レベル50まで上げれば、まあ、一応他のキャラよりも強くなるかなと思うんですよね。うん。で、もちろん、ガチャゲンのキャラクターの方が、多分初期ステータスから、まあ、最高のステータスまで、まあ、上限も結構高いとは思うんですけども、まあ、現状、そうですね、まあ、ガチャゲンのキャラクターを星5まで持っていくというのはですね、かなり、まあ、ガチャを回さないと、まあ、難しいので、やっぱりね、こういったクエストとか、まあ、そういったイベントとかで、集められる魂を、まあ、どんどん集めて、まあ、突破してレベル50まで上限まで上げた方が、まあ、現状では強いんじゃないかななんて思ってはいるんですけども、まあ、エリザベスね、装備してる武具がですね、まあ、そこまで、まあ、一番上の装備ではないんで、まあ、戦闘力はね、まあ、他のサダハルとかよりは劣っていますけども、まあ、こちらもね、防具とかが揃っていけば、まあ、結構ステータス伸びると思いますね。うん。で、あと、沖田とか、ヤギウのじいちゃんとかね。あと、服部とか、ここら辺もね、まだね、進化がね、まあ、まだ進んでないのと、あとは武器関係ですね、装備関係が。てめえか。お、進化できるね。進化しとこう。出たー、新スキル、腹黒。で、腹黒はね、クリティカル率が常時アップするんで、この常時がね、結構強いと思いますね。うん。で、一番ね、沖田にはいい装備をつけてます。うん。まあ、武器と足装備が、ちょっとね、まだ最高ではないんですけども、うん。まあ、できる限りね、ちょっとね、そうですね。まあ、装備ガチャをね、今はね、ちょっと回そうかななんて思ってますね。まあ、キャラクターもね、欲しいやついっぱいいるんですけども、てか全部欲しいんですけど、うん。現状ね、ガチャ、仲間ガチャ回すんだったら大量に回さないと、ちょっとね、限界突破じゃないな。この突破。がね、ちょっと進めらんないんで、それ進めるんだったら、今いるキャラクターの装備をね、ちょっと充実させてあげたいなって気持ちもありますね。なんで今のパーティーは、こんな感じ。エリザベス、沖田に、サダハル、ヤニューに、のじいちゃんに、服部善蔵ですね。うん。まあ一応ね、なんかね、6個枠はあるんですけど、まあ5人までしか入れられないんですよね。うんうん。でもね、エリザベス自分はね、キャラクター的にも気に入ってるんで入れてますけども、うん。まあ新八とかもね、まあ自分のこのパーティーに補助タイプのやつがいないんで、まあ新八をね、ちょっと育てて、まあどっかの枠に入れようかななんては思ってますね。なんで自分の理想としては、まあ、攻撃タイプが2体と、まあ、防御タイプ2体今いるんですけども、まあ、どうしようかなってところと、攻撃タイプが3体いるんで、そうですね、後々は野牛のじいちゃんを外して、ちょっと補助タイプの強いやつがいれば、そこに入れようかななんて思ってますけどね。まあ、ヤニューのじいちゃんの魂がね、ちょっと集まるようになれば、ちょっとそっちも強化できればなとは思ってはいるんですが。はい。
ってなわけでね、今回はね、まあ、この辺で終わりたいなと思います。 あとね、友達申請してくださった方、ありがとうございました。うん、まあ、自分の動画見てくださってる方かもしれないし、まあ、たまたまねちょっと居合わせた人が申請してくれてるかもしれないんですけども、あのやっぱりね、友達になってくださって、まあ、体力をね、まあ、受け取れるっていうのがね、まあ、結構ね、まあ、助かるんですよね。まあ、大体お一人1ポイント2ポイントぐらいだったと思うんですけども、今ね現状で体力が125なんですけども、結構ねクエスト今進めてきてるんですけども、1回のクエストね、まあ、ボス戦とかだと20とか30とかね、まあ、だんだん消費してくるのが多くなってくるんで、でね、この食べ物をね結構集めるのが大変ですね。今がね第8章のこの猫好きと犬好きは相入れないというところまで進めてきてるんですけども、だいたいねここら辺もね、まあ、敵強くて、あの星3になってないところがちょっとちょびちょび出てきてるんですよね。なんでね、あの星3にできないと、あのね特別というかね、この分岐、このねこれですね、これ直前の戦闘を星3でクリアするとっていうところがいけないんですよね。で、ここのクリア報酬が多分ね、まだ新パチだと思うんで、ここはね、ちょっと確実に抑えていきたいので、何度かね、ちょっと挑戦していきたいなと思います。どうしてもね、味方が一人やられちゃうんですよね。はい。ってなわけでね、まあどんどんね、銀玉の方を楽しんでいきたいなと思います。まあ皆さんもね、まあまだ始めてない方とか、まあ始めたばかりの方のね、まあちょっとでも参考になればなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリアしていただくか今なんて言ったアイコンの方を今クリアしていただくかって言ったよね。あのクリックね、あのクリックしていただくか、画面左下の方にチャンネル登録はこちらというバナーの方がありますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。それでは、またねー。